工藤様、お電話でございます。もしもし。ええ、もうすぐよ。まあ嫌な母さん、そんなこといちいち子供じゃあるまいし。お父様いらした？まだでしょ。ええ、うん。あ、そう、じゃあ。ただいま。あら、出したわね。うん、あんたに決めてもらおうと思って待ってたのよ。どれがいいかしら。母さんの好きなのにすればいいじゃないの。それがわかんないのよ、迷っちゃって。あ、これどうかしら。それ、うん、あの方がよかない？うん、でもお父さんこれが一等金だったのよ。じゃあそれになさるといいわ。おかしいかしら、派手？そんなことないでしょ。そう？松屋。松？はい。ここ片付けてちょうだい。はい。あ、お料理どうしよう。品料理と思ったんだけど、去年もそうだったしね。何しようね。そうね、私が支度しましょうか。あんたが？そうそう、それがいいわ。お父様もきっと喜びになるわ。何しろ今日は千恵ちゃんのお誕生日なんですもの。うん、少しくらい遅くなってもいいんでしょ。そりゃ構わないわよ。じゃあ、あのね、どうせ母さんも手伝うからね。大丈夫。あ、ちょっと待って、やっぱりそっちにするわ。これが済んだらもう一遍よくお玄関掃除しといてね。はい。あら、母さん本当に手伝うつもり？せっかく良くなったのにまた寝込まれちゃうことだわ。大丈夫よ、今日はとてもいい気分なんだから。じゃあお皿でも拭いといて。うん。あ、そうそう、
とても珍しいことがあるの。ちょっと来てごらん。何？まあ、ちょっと来てごらん。今まで一度もされたことなかったでしょ。あんた覚えてる？いつここへお父さんをお植えになったか、うん、きっといいことがあるわよ今年は。また始まった母さん。あんたはすぐ迷信だって笑うけど、こんなことだってバカにはならないものよ。じゃあどんないいことかしら。そりゃあ、いらしたの。あ、ちえちゃん。あら、こっちじゃないか。こんにちは。いらっしゃい。お父様は？他に約束があんで、来られたら来るって。相変わらずお忙しいのね。もっともお父様はお忙しくないようじゃおしまいだけど。これ、あっちの袋から連れてって。どうもありがとう。まあ、それはそれは。奥様、お変わりない？まあ、元気には元気ですよ。そうですか。じゃあ、あんた急いでね。ええ。何です？今日はね、ちえちゃんが腕を振るってご馳走するって言うから。そいつはまたひどい目に遭うもんだな。わざわざ来てやったのに。ところが近頃はなかなか大したもんなのよ母さん。ん？何しろ佐久間博士のお料理研究所へ通ってるんですからね。ダメよ、余計なこと言わないで。だってさ、うん、案外実際的なところなんですね。ええ、まるで私と正反対。お父さん明るいうちにいらっしゃらないかしら。リラの花が咲いたのよ。ご覧になるときっとびっくりなさると思うんだけど。どう？なんだそりゃ。内緒でしてんのよ母さん。いつ頃からやってんだよこんなの。ねえ兄さん。ん？一度兄さんからよく言ってくださらない？今夜なんかどうだっていいけど。母さんはかわいそうよ。もう丸二月もおいでがないの。私内緒で時々会社を電話したんだけど、お父様ったらそりゃひどいのよ。忙しいから忙しいからって。お兄さんだってひどいわ。この頃ちっとも来てくださらないんですもの。母さんの体の弱くなったのも半分はそのせいよきっと。脅かしたって何にも買ってやんないよ。真面目なお話よ。いや僕も気にはしてたんだがね、これでなかなか忙しいんだよ。それになんてたって普段おっぴらで来られる体じゃないんだし、見かけの子なんていわば両親のあるみなしごみたいなもんだからな。まとにかく親にはよく言っとくよ。ええ、本当にお願いしてよ。ああ。しかし親父もあれでなかなか忙しいよ。無理はないさ。それが当たり前だと思ってんの？兄さんは一体お父様の味方なの？母さんの味方なの？いや、僕はどっちでもないよ。ちえちゃん。すっかり気持ちになっちゃって。あんたもう早く帰らなくっちゃ。まだいいんすよ。だってあんまり遅くなっちゃ本店の奥様に申し訳ないからね。さ、帰っとくれよ。うちのは構えしないんすよ。こう来てんの知ってんですから。だからってさ、いい気になって母さんがお前を引き止めとくわけにいかないじゃないかね。早く帰っとくれ。車呼ばせるから。部屋に置いたてんですね。松屋、自動車呼んどくれ。
ただいま。早かったことね。平川町でも皆さんお帰りありませんか。あ、くれぐれもよろしくと申しておりました。そうですか。旦那様まだあちらですか。いえ、何かご用事でお見えになりませんでした。そうですか。じゃあ千恵さんさぞがっかりしたろうね。かわいそうには。いくらご用があるったってちょっとぐらい顔出してあげりゃいいのよね。あんたお腹どう。上がるんだったら支度させてあります。じゃあいただきます。千恵ちゃん、幸吉も帰ったろうね。とっくについてるわよ。そうかしら。あの子は来たかと思えばすぐ帰っちまうし。だって母さんが帰れ帰れって。そりゃ義理ってものがありますよ。なんてたって幸吉はお父様の跡取り息子なんだもの。あーつまんない。母さん寂しくてしょうがない。ひどいわ。私さえいれば寂しくないって言ってらしたくせに。千恵ちゃんは別物よ。千恵ちゃんがもし母さんでも捨てるようなことがあったら、もう母さんは本当に死んでやるから。そんなことわかんなくてよ。私だってわがまま言うことあるかもしれないわ。また脅かす。ねえ千恵ちゃん、今夜はしたいって寝ておくれよ。ねねえ母さん寂しくてしょうがないんだからさ。やだな、またお参りすんの。ねえ、うん、さあ早く。うんうん、よし。いや母さん、ひどいわ。千恵ちゃん。いや千恵ちゃんってば。いやよ千恵ちゃん。今受付が来ますから。いいえ、あの、何かご用ですか。ええ、工藤ですけど。あ、専務さんですか。どうぞ。手が離せなかったもんだからね。夕べのことばかりじゃないわ。いや、行こう行こうと思ってたんだけどね、どうにも忙しくってね。いつでもそんな逃げ工場ばかりおっしゃって。母さんのことなんか分かってるよ、分かってるよ。幸吉の話じゃお母さんなかなか元気だそうじゃねえ。でも寝たり起きたりよ。お父様さえ来てくださればもっと元気になれるんだけどね。えお願いするわ。ちょっとでもいいから。うんうん。ねえ、今日はダメ？今日？今日はダメだよ。今日は他に約束があるんだ。いつでもそんなことばかりおっしゃって。この頃すっかりお変わりになったよね。お父様は。私が？バカなこと言っちゃいけない。ちっとも変わりゃしないよ。だって。あ、そうそう。いい話があるんだよ。お母さんもあんまり丈夫な方でないから、どっかあったかいところへ別荘建ってやろうと思ってんだがね。前から考えてはいたんだけれども、何しろどうも忙しくて話に行く暇がないんでね。一つお母さんとどんな家がいいか相談してごらん。本当ですの？嘘なんだよ。もんかい。まあ母さんどんなに喜ぶかしら。どうだい、これでもお父さん変わったかい。だって…はい。できたかね。あ、大変遅くなりまして。いや、ご苦労。
これは、なんだ君。は？はあじゃないよ。これは君、僕の頼んだのと全然違うじゃないか。は、でも、セムさんのおっしゃった通りに対したつもりですが。僕の言った通り？は。君、僕の言ったことをどんなふうに聞いとったんだ。は。何も君、難しい仕事じゃないんだぜ。君、会社入って何年なの？は。3年になります。3年？3年になってまだこんな仕事はわからんの？君はなかなか勉強家だって言うけども、商売も当てにならんもんだね。君の同僚なら誰だってもっと短時間でやるぜ。申し訳ありません。何でしたらもう一度。いや、もうよろしい。どうせ今日の間に合わん。お急いで直してまいりますから。よろしいと言ったらよろしい。は。もうよろしい。あんな叱り方なさるの？うん？どうして？どうしてって、怖いお父様。怖い？叱っても仕方のない人間は叱りません。あ、私これから出かけるがね、他に用はないね。え、別に。寺君、はっ、親父の用はもう済んだろ。はっ、あんなもん君、飯も食わずにやる必要ないよ。行かないか。え、まだちょっと。しますか。うどん。バカ、うどんなんか食うか。
ら、これクルロッケよ。もうよすよ。どうしたの？何かあったの？いや、真面目にやったんだ。言われた通りにやったんだ。それが何がいけないんだ。何それは。セムとやり合ったんだ。セムさんと喧嘩したんだよ。なんだあんな会社。それは人間だもの間違いだってあろうじゃないか。だから辞めたくなったよ。辞めるって、うん、辞めてどうするつもり。どうにかなるさ。もう人にペコペコ頭下げるの嫌になったよ。ご自衛へこなかね、どうにだってなるさ。そりゃあ勤めてればたまには嫌なこともあるでしょうけど、でも会社今とっても経験いいんじゃないの。もう短期起こさないで我慢することよ。いらっしゃい。どうしたんです。今日は早いですね。ああ、あんた何します。まあ後でいいよ。定食ね。うん。ねえ、元気出してよ。どうかしたんですか。寺尾さん会社で喧嘩したんだって。それでやめようって言うのよ。俺たちのような知らない社員がコツコツやったって知れてるからな。そりゃあ場合によっちゃ見切りが肝心ですかな。やめてここでも手伝おうかな。それ本気？本気さ。私それでもいいんだよ。よし、明日行って辞表を叩きつけてやる。スムがどんな顔するか見てやるんだ。珍しいね、寺尾君、君が遅刻するなんて。ええ、ちょっと。どうかしたの。今日会議に会社を辞めさせてもらいます。辞めるって。どうしたんだよ、寺尾君。いや、どうもこうもないよ。とにかく僕は辞めるよ。専務来てますか。ああ、さっき来たはずな。あ、そう。ここにいたんだけど、3階じゃないか。3階？あ、そう。あ、行け。あ、君、専務見なかった。あら、今下行きましたよ。今？ええ。ありがとう。全部見なかった。僕も今探してんです。
いい天気が続くね。明日の日中はどっかへ出かけるかね。あ、どこって。うん。あの、昨日はどうも。昨日？しっけしっけ。ほがのことちょっと気が立ってたもんだからね。つい急に当たっちゃってね。あ、実は。いやまあ金銭でもう一度やってみてください。せっかく君に頼んだもんだし、やっぱり他のもんじゃうまくいくまい。でも。まあとにかく頼む。そう急ぐ必要もなくなったから。あ、寺尾君。あ、今日帰りしようかね。別に。じゃあもうちょっと頼みたいことあるの。後で部屋に来てください。母さんたら本気でリラの花のせいにしてんのよ。おかしくてしょうがないわ。でも結構ね、うちを建ててもらえるなんて。いらっしゃい。ねえねえさん、今ちえちゃんから聞いたんだけども、別荘が建つんですってね。うん、思いがけなくね。どうこの間取り。いいじゃないの、なかなか。何しろひろとでしょ。ずいぶん骨が折れたわ。うん。その後あんたの方の景気どう。まあ大体順調には言ってんだけど、やってみるといろいろ欲が出てね。そうだろうね。早速だけど、実はそれで姉さんにちょっとお願いがあってきたんだけど。何お願いって。少し店の造作を変えたいと思ってんの。うん、ねえ、1000円ばかし譲してもらえないかしら。1000円？ 2,3 ヶ月もすれば返せると思うんだけど。ダメよそんなお金。私んとこだってこの頃月々のものはきちんと決まってるんだし、そこを持ってきて私がこんな性分でしょ。こっちやなりたいくらい。まさか。そりゃ工藤に頼めばなんとかなるかもしれないけど、せっかく家を建ててくれるって言ってんのに、この上ね。それもそうね。会社の寺尾と申しますが、専務さんのお使いで。あ、ちょっとお待ちくださいませ。あ、ここへお通しして。はい。じゃあ。構いしないことよ。きっと毎月のものを届けに来たのよ。せっかく来たんだから一緒にご飯食べていかない。でも。どうぞ。あ、ごめんください。どうぞこちら。あの専務さんから頼まれまして。あ、そうですか。どうもご苦労さん。ちえちゃん、ちえちゃん。はい。あ、ちえちゃん、これいただいといて。はい。どうもお世話さん。いえ。どうぞお楽に。あ、あなた会社の方のお仕事は。調査課の方をやらせていただいております。調査課。あら、じゃあ小吉とご一緒ですね。あ、小吉さんにはいつもお世話になっております。そうですか、そりゃそりゃ。じゃあ私はこれで。あら、よろしいじゃありませんか。何かご用でもおありになるの。いえ、別になんですが。じゃあもっとゆっくりしてらっしゃいましょう。あ、皆さんご一緒にお食事なさるそうでございますから。困るわね。何してんの。何ですか、お家の話してらっしゃいましたよ。うちの話。まあ大体このうちと同じなんですけど、せっかく建てるんですから何とか少し変えたらと思ってね。さあ、私も素人ですから。どうも。しかしうちを建てる秘訣は夏涼しいということを第一の条件にすれば間違いないそうですから。ああ、夏涼しく。なるほど、そういうもんですかね。これ大変結構だと思いますけど。あ、ここへ二つ目くらいのベランダをお付けになっては、冬明るく暖かいし、それに編み物や手細工などのために持ってこいだし、第一健康に大変よろしいそうで。あ、そりゃいいわね。いいことかなったわ。ぜひそうしますわ。あ、二階どうでしょう。そうですね。何でしたら上がってみてくださいませ。あ、構いませんのよ。さ、どうぞ。あ、どこ行ったの。2階を見てもらうんだってさ。
姉さんって人はいつになっても子供みたいね。困るわ、むやみに私の部屋なんか。いやよ、母さん、私の部屋なんか。構わないじゃないの、参考のために見ていただく。ダメダメ。あ、それに触らないでください。あ、どうも。ちえちゃん、もう食事だから下行ってらしてよ。はいはい、じゃあ下へ参りましょう。なさい。お、いやね、え、なかなか大したもんじゃない。何すんのよ。うん、そんなことよりも会社の方どうして？これでしょ。あれは嘘さ。嘘？うん。本当の嘘さ。ああよかった。私ね、やっぱりやめない方がいいと思ってたの。そんなに僕のこと心配してたの？うん。ありがとう。お紅茶でも入れましょうか。ん？ああ。ねえ、靴下あんであげましょうか。靴下？うん、靴下もらってきたよ。まあ、ずいぶん上等ね。上等さ、同じ路線部の履くやつだからね。専務さんからいただいたの？うん、お見かけさんからさ。お見かけさん？おう、専務に頼まれてね、ちょっと内緒の用意してやったんだよ。お見かけさんってどんな人？そりゃ無論美人さ。そうでしょうね。というのは昔のことさ。まあ、でも寺尾さん、専務さんに信用あんのね。なぜ？だってそんな内緒の用は誰にでも頼めないでしょ。うん、そうではないさ。いやよ。いや。どうも驚いたね。こうも適面に効果があるもんかね。何がだね。とぼける手はないよ。今度のはひどくモダン趣味だってんじゃないか。バカなこと言っちゃいかんよ。君の会社が流々としてんのもそんなところに原因があるんじゃないかね。ああ、時に平川町の方はご健在かね、おりんさん。いや、それなんだがね、実は少し東京を離れたとしてね、うちを立ってやろうと思ってね。うん、一応引退さそうっていう。いや、それがね、この間ちょっと思いついてね、今まであの女に使った金を考えてみたんだがね、我ながら驚いたよ。あの人には確か小吉君に妹さんがあったわけじゃないか。21になる。おお、もうそんなになるかね。じゃあそろそろ、うん、まああれも向こうでも取ってやればね、一応僕の責任も解除されるんだ。うん、うん、どうかあの岡部君、適当な人間いないかな。あんまりうるさい経歴のないね。そうだね。うん、君、あの男はどうかね。え、ほら、僕が君の会社へ世話した寺尾さ。うん、
俺なら素性も分かってるし、ケオリーもないし、人間もあの通り実直だし、適任じゃないかね。うん。おう、そらそうと、うちを建てるって土地はもう決まってんのかね。いや、まだなんだ。茅ヶ崎じゃどうかね。茅ヶ崎？うん。ちょうど手頃な売り別荘があるんだがね。手と流れなんだが、どうだね、そいつを買っちゃ。頼まれてんだがね。建てるより面倒がないんじゃないか。本当にご親切に。いえ、ちょうどこんな写真が見つかったもんですからご参考にと思いまして。ねえ千恵ちゃん、どれがいいだろう。そうね、これなんかどう。あ、僕もまあそれが一番いいんじゃないかと思ったんですけど。じゃあこれに決めとこうよ、なんてね。まるで着物でも買うようですけどじゃあそれは置いときますから、ごゆっくりご覧になって。あら、よろしいじゃありませんか。ご飯まだなんでしょ。ご一緒にいただきましょう。あ、でもお急ぎなんですか。いえ、何しろ年中これっきりで寂しくてしょうがないんですから。はあ、どうも失礼いたしました。いえ、お休みになりましたか。ええ、よく眠りました。時々あんな発作が起こるんで困ってしまうんですの。それはご心配ですね。じゃあ私はこれで。あ、およろしかったらもう少しいらしてくださいませ。目が覚めると寂しがりますから。あ、本当にご迷惑ですけど。いえ、迷惑なんて。私でお役に立つことでしたらどんなことでもいたしますが、私はお母さんにあんなに優しくしていただくと死に別れた母親を思い出すんです。お父様いらっしゃいますの。いえ、父は私が16の時に亡くなりまして、とにかく親は丈夫で長生きしてもらいたいもんです。私なんか早く両親に死に別れて苦労しました。こんなこと言っては失礼ですが、どうかお母さんを大切にしてあげてください。であなたから一度よくお父さんにお話したらと思うんですが、とにかくあれじゃいくら家を建てたわけになってもお母さんが怒られそうですよ。君、千恵子たちとそんなに親しくしてんの。え、別にそういうわけじゃないんですが、ただいろいろ伺ったもんですから。いや、親しくしたって別に考えしないけどね。いっそ君から親父に話してやってくれやいいじゃないか。しかし僕はそんな。考えしないさ。寺尾さん。ん、セミさんお呼びですよ。ちょうどいい、よろしく頼むよ。君、突然だけども。あ、結婚する意思はないかね。あ、それとも、もう決まっとるのね。いえ、別になんですが。あ、そう、あ、実は君はなかなか実直だしな。あ、私も見込んでるんだけども。あ、まあかけたまえ。和田、和田。あ、お子さん、10円ばかし貸してもらいたいんだよ。どうしてもいることがあるんだ。何が起こったんだ。いや、早速先輩のところへお礼に行かなければならないんだ僕もいよいよ運が向いてきたんだよ。こいつを取りますと、それこそ一生浮かび上がらないかもしれないからな。そりゃお金はなんだけど、どうしたんです一体。いや、難しいだってわかるよ。そんなんてのは一度掴み損ねたら一生回ってこないからね。そりゃそうですよ。世間なんて運次第ですからね。何人が多くっちゃなかなか普通のことじゃうだつが上がりませんからね。いや、ありがとう。
寺尾さん、おしげちゃんはさっきまで待ってたんですよ。あんたと活動行くんだって、行きがけに寄ってやなさいな。いや、それどころじゃないんだよ。ちぃ君は帰ってきましたよ。うん。ただいま。ちぃちゃん。ちぃちゃん。お父様いらっしゃい。なんだよバカな。ねえちぃちゃん、とってもいいお話。何？あんたのことよ。私のこと？あのね、縁談のお話。いやよそんなお話、私のいないとこでしちゃ。私ここにいるわ。お前ご飯まだなんだろう。あっちで食べてて。いやいや、ご飯なんか欲しくないわ。私ここにいる。ねえ、ちぃちゃん。お父様はね、寺尾さんおっとしちゃうんだけども。あの人ならとても親切でいいと思うの。どうだね、ちぃ子。私もあの人ならきっと母さんに優しくすると思うわ。うん、うん。だけど。だけどどうなの？だけど特にあの人でなくちゃとは思わないわ。あんまり不意でもう少し考えなくちゃ。しかしなるべく早い方がいいな。寺尾はお前の気持ち次第ということになってるんだがね。寺尾さん知ってらっしゃるの？うん、うん。嫌だな。なぜ？なぜって、まあ、とにかくよく相談の上でその至急返事してもらいたいな。はい。万事あの岡部に頼むことにしてあるから。はあ、じゃあ私はここで帰るからね。あ、お父様。ゆっくりしていきたいけども他に回り道もあるから。また来る。そうですか。本当にいつもお忙しくってね。うん、早く好奇心がしっかりしてくれんとな。やっぱりお父様ね。あんなにお忙しくってもいろいろと心配してきてくださるのよ。うちのこともね、茅ヶ崎にいいのがあったからって買ってくださったんだって。茅ヶ崎？うん、茅ヶ崎って海が近くてとてもいいんだってね。ちぃちゃん行ったことあるんじゃないの？え、ちぃちゃん。どうしたの？そんなぼんやりして。え？ちぃちゃんがお嫁さんになる。
可愛いお嫁さんかしら。知らない。どう千恵ちゃん、リラの花のこと。やっぱり母さんが言った通りでしょ。なんかいいことがあるって。うん、見に行こうか。うん。それで引きはいつに決まったの？まあ秋ってことになってるんだけど、お父様がお忙しいんでね。おやおや、まあ姉ちゃんからのんきなこと。鳴らないとこがあるんですね。ええ、壊れてるの。これからどうでしたかね。こうでしょ。壊れちゃってんですもの。随分古いんでしょ。ええ、私が小学校へ上がった時お父様に買っていただいたの。懐かしいわ。やるの？何をです？母さんのこと。母さんのこと？それから私のこと。私めかけの子よ。お嫌じゃありません？千恵子さん、今さら何をおっしゃるんです？千恵ちゃん。はい。おそばが来ましたよ。行きましょうよ。ねえ、行きましょうよ。どうぞ、伸びないうちいただきましょうよ。小吉君遅いですね。きっとくれるようなこと言ってたんですが。あの人のことだから、きっとすっかり片付いたとこやってこよって腹なんでしょ。そうよそうよ、きっとそうよ。そういえばこんなことお母さんのお耳に入れてどうかと思うんですが。何かあったんですか？いや、実はね、帰りの後のいろんな噂をしてるのを耳にしたもんですから。噂ってどんな？なんだか女給を囲ってるとか。ダンサーをどうとかしてるとかって。いや、噂ですからね、気になさらないでください。どの会社の中には悪いゴシップメーカーがいますからね。まさか、そんな間違いはありませんよ。いや、僕だって小吉君の人格はよく分かってるんだし、無論ヨタだと思ってるんですよ。ただ聞いたことは一応お耳に入れておいた方がいいと思ったもんですから。あの子に限ってね。いや、気になさらないでください。どうも余計なこと言っちゃったな。
一気に片付けましょうか。ええ。あの人、大丈夫なの？何が？何がって、ひどく得意そうじゃないの。幸吉君とかなんとか言っちゃってさ、あんなに変わるもんなの？だって、そりゃ、幸吉とはもうじき兄弟になるんだもの。なんだか好かないな。あんたの色目よ、そりゃ。あの人はね、工藤の眼鏡にかなった人なんだからね。あの人のことばかし言ってんじゃないのよ。姉さんって人はすぐ乗っちゃうんだから心配だわ。だけど千恵子だってまんざらのバカじゃないしさ。じゃあ私が疑り深いのかしら。そうよ、あんた子供の時からとても苦労症だったもの。でもね、私は人を簡単に信用しきれないの。幸吉さんのことだって姉さんみたいにそう頭から信じ込んじゃいられないし。こんなこと言っちゃ悪いけど、このうちのことだって工藤さんの親切心とばかりは信じられないわ。なんだって？これで縁切りと言っちゃなんだけど、まあ厄介払いをしたような気でいるんじゃないかって一応疑ってみたくなるのよ。あんたいくら忙しいからって二月に一遍も来ないなんて少し変じゃないの。もうよして、あんたなんか分からしないのよ。しかしね、姉さん。うるさい、もうやめてやめて。どうだね、こりゃ。ああ、忙しくて手入れをしてやる暇がなかったが。本当にお見事ですかと。さあ、じゃあ今度あんたのお茶でもごちそうになろうか。幸吉はどうしました、幸吉は。の、まだ。ん？まあ、いかんねえ。夜遊びが過ぎる。あんたが優しすぎるからいかんのですよ。でも遊びようでなければろくな仕事はできないそうですから。そんなバカなことはない。おい、お風呂行ってきたらどうだい。ええ。寺尾さんどうかしたかい？さっぱり見えないけど。忙しいんでしょ、あの人。あ、お帰りなさい。あ、引っ越すんですって。いや、手伝いなんだよ。ああ、専務さんの。うん。はあ、とても疲れちゃった。あ、私、寺尾さんのこと聞いてんのよ。だから引っ越すの？いや、まだはっきりしたわけじゃないけど。どうしてね？おばさんに聞いたんだけど、すっかりからかれちゃった。僕だって、いつまでもこんな汚いところにいられやしないよ。もう少しの辛抱よ。今引っ越してもつまんないと思うな。あ、疲れた。ねえ、お紅茶でも入れましょうか。いいや、頭が痛いからすぐ寝るよ。あら、頭が痛いの？風邪でもひいたんじゃない？うん。じゃあ布団引きましょうか。いいよいいよ。なぜ？一人でするからほっといてくれよ。あら、どうしたのよ。何怒ってんの？怒ってはしないよ。頭が痛いんだって言ってるじゃないか。とにかくほっといてくれよ。そう、じゃあ帰るわ。おやすみなさい。おしげちゃん。え？なに？うん、まあいいよ。なによ。いいんだよ、いいんだよったら。おかしな人ね。おやすみなさい。
どうしたの？奥様がお呼びでございます。お加減悪いの？いいえ。まあ母さん。あ、ちょっと手伝ってちょうだい。うまくいかないんだから。いいの？こんな無理して寝てらした方がよかない？うん、大丈夫だけど、ここのとこがね、ちっともよく染まらないから、もう本当にじれったくってさ、あ、ねえ千恵ちゃん。え？母さん今朝があったお父さんの夢を見たんだよ。今日あたりひょっくりおいでになるかもしれないね。そうね。でもどうして来てくださらないんだろうね。千恵ちゃんのことだってあるのに。でも決算期前でとっても忙しいんだって寺尾さん言ってらしたわ。幸吉もあれから一度も顔を見せないけど、病気じゃあるまいね。そんなこと。お父様がお忙しかったらせめてあの子でも顔を見せてくれりゃいいのに。近頃悪い噂を聞いてるから心配でしょうがないんだよ。綺麗に染まってよ。そうかい、ありがとう。松屋。はい。あの、昨日できてきた張り出しといて。はい。寝てらした方がいいんじゃないの？でも初めていらっしゃるのに寝てちゃね。あ、ありがとう。あそこ片付けてね。はい。ねえ千恵ちゃん、母さん近頃夢見が悪くてしょうがないんだよ。そりゃ病気のせいよ。何も心配なさるとこないわ。リラの花が咲いたんじゃないの？そりゃそうだけどね。おい、あっちないで。何？ああ、今出かけるとこなんだがな。おっと、7時頃ならクラブにいるがね。ああ、ちょっとぐらいならあるかもしれない。じゃあそうなさい。何、幸吉？じゃあこの電話幸吉の方へ回すから。あ、もしもし。うん。今おりませんが。なんだ。工藤さんにお電話なんですが。うん。幸吉君は車用で出かけたよ。はあ、じゃああの、もう一度会社へ帰るでしょうか。さあ、わからんね。もう車用は帰らんだろう。ああ、そうですの。どうもありがとうございました。どっからだい？さあ、女の人でしたが。うん、どうせそんなかったろ。あのせがれにも困ったもんだ。これあいつにおごらしちゃうじゃないか。おごるかな。大丈夫、その点俺は自信持ってる。ちょっと待ってね。どうぞ。セムさんのお嬢さん。え？やがっておりまして。あ、構いませんの。ちょっと失礼。いや、結構なんですの。ゴミになりますから。いいの、お手伝いするわ。寺
倉尾さん、こんなとこご覧になったら何とおっしゃるかしら。なぜ？だってお嬢様に手伝っていただいてるんですもの。力違いますわ。そんなことないわ。あの人が怒るなんて。いいえ、案外怒りっぽいんですの。あの人。そうかしら。この間ね、こんなことがありましたのよ。言いますわ。何ですの？寺尾さん、ここで自炊してらっしゃるの？いいえ、近所の食堂で食べてるんですの。あの人とってもオムレツが好きなんですのよ。オムレツ？ええー、毎日でも平気なんですの。毎日？ええー、困っちまいますわ。私嫌いなんですもの。また寺尾さんのオムレツですか？もう結構でございます。どうも。ちょいと待っていただけません？え？え、じゃあ。どちらの方？つい近所なんですけど、至って気立つのいい娘なんで、近々寺尾さんと一緒になるんでございますよ。ございますね。おつけお帰りになりましょう。少々お待ちなすって。恐れ入りますけど、ちょっとそこまで来ていただけません？ええ。私7時に行くところがあります。でも、お手間取らせませんから、ちょっとでも。ええ。行きますわ。じゃあ。私の家なんですの。ちょっと何か召し上がっていただけません？すぐですから。いいえ、いいんですの。ではちょっと。まだ？早くしてよ。あら？ご面会の方でございますが。あ、そう。なんだね、また母さんの用かね。少しお加減が悪いのだから、ぜひ来ていただきたいの。よほど悪いのかね。ええ、今週はとてもダメなんだ。来週になったら行くよ。
要はそれだけ。お父さんへ時間がないんだがね。それから、うん、私寺尾さんとのお話取り消していただきたいの。取り消して？何か理由があるのかね。ええ、気の毒な人がありますの。気の毒な人。誰だね、それは。寺尾に女でもあるというの。今その人と会ってきたの。会ってきた？近所の食堂の娘さんですわ。寺尾はその娘と同棲でもしてるというのか。いいえ。じゃあどんな関係なの。寺尾さんその人と約束してるんですわ。約束？え、少なくとも約束に近いことです。バカな。そんなものがあるとすれば第一お前との話を承知するはずがない。でもその人は嘘をつくような人じゃありませんわ。そらわからんね。寺尾の説明を一応聞いてみなくちゃ。でも、まあ、仮にだね、その娘との間に多少の交渉があったにしたところだ。決まるとこさえきちっと決まってればそれでいいんだよ。まあ寺尾のことはよく調べておくとしてだ。そんなことをいちいち気にしてるようじゃろくな夫は持てんよ。でも私たちが結婚したらその娘さんはどうなりますの。どうなって。そんなことは寺尾に任しときゃいいじゃないか。お父様ってあんな人なのね。私だって母さんだって女なんて人間じゃないのね。男ってみんなそんなものよ。その点千恵ちゃんのお母さんは幸福ね。疑うってことのできない人だから。いつになっても工藤さんは私一人のもの。そんなの幸福かしら。あんなお父様のために大事な一生母さんが捧げてきたかと思うと泣きたくなるわ。今さらそんなこと言っても始まらないけど。それよりあんたこそどうするつもり。どうするって。寺尾さんのことさ、おもろいんやよ。でも母さんには本当のこと知らせたくないの。だってあんまりかわいそすぎるんですもの。でもね、ちえちゃん。マダム。え、ちょっと。ねえちえちゃん、コキちゃん来てんだよ。え、兄さんが？ありがとうございます。どうしたの？いやよ。兄さんをここ呼んでちょうだい。兄さんに来てもらって。ちえちゃん、兄さん、兄さん、奥様、奥様。ただいま。あ、おかえり。遅くなってすみません。おや、小吉も一緒だったのかい。小吉が一緒ならいいやね。母さんまた余計な心配しちゃってね。お母さん、体悪かったんじゃないですか。いいえ、あなたの顔さえ見れば病気なんか吹っ飛んじまうのよ。ねえ、じゃあ。ねえ、小吉、今夜お泊まりだろ。泊まってくれるんだね。はい、泊まりましょう。まあ、嬉しい。松屋、ごしの支度しとくれ。はい。あんたやるでしょ。はい。まあ、久しぶりだからね、ゆっくり話しましょうよ。ね、ちょっと待って、なんか見繕ってくる。あ、母さん、私がするわ。いいの、いいの。あんた疲れてるからね。ゆっくり休みなさい。ねえ兄さん、母さん兄さんの顔見たんで嬉しくてしょうがないのよ。そうだい。あ、東京電話しなくていいの。ああ、いいさ。このままじゃあっちのおふくろさんもすっかり僕に愛想つかしてたろ。気の毒なのさ。お待ちどうさま。はい、母さんのお酌で一つ。手着で行きましょう。ありがとう。どうだい、やらないか。たくさんよ、うん、
母さんも久しぶりでいただこうかしら。いいの母さん。少しなら大丈夫よ。お酌しましょう。ありがとう。あ、おいしい。うまいですね。おや、いつそんなに腕が上がったの？ええ、方々で仕込まれるもんでね。よくないとこ遊び歩くんじゃないのかい？お察しの通り、放蕩三昧です。え？じゃあいつかの寺尾さんの話、本当なんだね？寺尾の話？寺尾が何か言ったんですか？芸者をどうかしたとか、女給を囲ってるとかって。黙ってちゃわからないよ。え？幸吉。みんな本当ですよ。本当だって？母さんがこんなに心配してるのに、陰で悪さをするなんて、罰が当たる。母さんがどんなにお前の行く末を案じているか分かったら、そんなことはできるもんじゃない。寺尾さんをごらん、寺尾さんを。あの人はね、説教ならたくさんですよ。兄さん、僕たちの身の上を母さんが心配してくださることは分かりますよ。だが母さん、自分の身の上を振り返ってみたことあるんですか？反省してみたことあるんですか？兄さん、ダメよ。僕は今まで無反省に過ごしてきた母さん考えると。兄さん、ダメよ、ダメよ。兄さん、お願いだから母さんをいじめないで。いじめてはしないよ。さあ、2階上がっていらしてよ。ひどいことを、好奇心までがあんなひどいことを言うなんて。ねえ母さん、気になさらないで。兄さん酔ってんのよ。もうお休みになった方がいいわね。おやすみなさいよ。兄さん、ひどいわ。あんなこと言っていじめるなんて。いじめはしないよ。僕は捨てられてることも知らない母さん見ると。兄さんは男よ。だから女の悪いことしか気がつかないのよ。兄さんだって女給を囲うなんて、お父様の真似をなさろっていうの？親父の真似？ああ、そうかもしれない。そんな真似は人出なしのすることよ。それでいいの、兄さん？純粋に生きたいとは思わない？純粋？そんなものは用はないんだよ、僕には。母さん見てごらんよ。親父を見てごらんよ。僕たちあの二人の子供なんだよ。千恵ちゃん、親父を信じるかい？母さんを信じたことあるかい？僕たちは両親なら皆しもじゃないか。兄さん、金だけは信じられるよ。金は忠実だよ。僕はこの頃、金を使うのが面白くてしょうがないんです。兄さんの気持ちわかるかい？でも、だからこそ純粋に生きていただきたいの。強くなっていただきたいの。お父様がどうだって、母さんがどうだって、何も私たちまでやきにならなきゃならないことないわ。お父様の子だからこそ、母さんの子だからこそ、余計純粋に今日とは思いにならない。ダメさ、僕は弱虫だよ。寺尾とは違うよ。兄さん、それ皮肉なの？え？今度は私をいじめよっていうの？どうしたんだい？ねえ、どうして？どうして私たちのこと言っていけなかったの？いけないに決まってる。君は俺が不幸になればいいと思ってるのか？なぜ？バカ、よく考えてみろ。あの会社はとりわけ社員の復帰問題がやかましいんだ。俺がもし堕落社員だと睨まれたらどうなると思うんだ？だってそんなこと。いや、もう睨まれてるの決まってる。だけどあのお嬢さんがそんな告げ口なんか。
そんなことは分かるもんか。とにかく俺は明日ここを引っ越すからね。引っ越すって？ああ、いいかい？覚えててくれ。俺はね、俺の不幸を望んでるような人間なんかと付き合っていられないんだ。いいか、君が悪いんだぞ。もうどうなったって俺の責任じゃないぞ。刑事、銀行ないじゃないか。ぼやりすんな。おい、やっこさん、ゆんべの患者がだいぶ効いたらしいな。おはようございます。おはようございます。どうかしましたか？いや、ゆうべ茅ヶ崎に泊まったもんだからね。ああ、何か変わったことでもあったんですか？いや、おふくろがちょっと具合が悪いってんでね。そうですか。そりゃ、千恵さん元気でしたか？ああ。何か言ってませんでしたか？何かって何を？いや、別になんですが。いや、何も言ってなかったよ。あ、そうですか。こんにちは。まあ、寺尾さん。いかがですか、お母さん。ありがとう。どうしてご存知だったの？ええ、幸吉さんに伺ったもんで。まあ、会社の方は？ええ、気になったもんですから、早起きしてきました。まあ、ありがとう。本当に親切にしてくださるのは寺尾さんだけね。いや、こんなことくらい当然です。でも本当によかった。さっきはとても苦しかったの。千恵ちゃんはいないし、松屋一人で心細くってね。そうでしたか。千恵子さんどちらへ？食べたいものがあったんで、横浜まで行ってもらったんですよ。そうですか。あ、そうそう、僕とてもいい心臓の薬聞いたんだけど、買ってくればよかったな。ありがとう。あなたと千恵子だけよ、本当に大事にしてくれるのは。いや。ね、寺尾さん、本当に千恵ちゃんのことお願いしてよ。あ、それはもう、もし千恵ちゃんをひどい目に遭わすようなことがあったら、私一生恨みますよ。あ、早くあなたも一緒に住んでもらわなくちゃ。今日みたいな時はもう本当に心細くって。ただいま。あ、お帰りなさい。母さん、すいません、悪かったんですって？でも注射してもらったらとても楽になったの。はい。あ、ありがとう。ねえ、千恵ちゃん、寺尾さんね、母さんのためにわざわざ会社休んで来てくださったんだよ。どうもすいません。いえ。あ、千恵子さん。千恵子さん、昨日僕のところへ来てくれたんですってね。そのことって、あなたが何か誤解してらっしゃるしないかと思って心配だったんですから。何をですの？どうか誤解しないでください。あの娘とは決して何でもないんです。ただ向こうで勝手にいろんなことを言ってるだけなんです。それは近づけたってことについては僕も責任がありますが、
今もお母さんからもしあなたを不幸にするようなことがあったら一生恨むとおっしゃられて、他が何でもなかったにしても申し訳ないと思ってます。今日帰ったら早速引っ越します。そして何でもなかった証拠をお目にかけます。ねえ寺尾さん。え、あなたは私を話したら出世の糸口がなくなるんで、いや気になってらっしゃるんでしょ。え、あなたの大事なのは私でも母さんでもその娘さんでもないのよ。ただ出世の手ずるだけなんでしょ。そんなことは。いいえ、そうよ、きっとそうに違いないわ。千恵子さん、でもそんなに心配なさることはありませんわ。だからといって何もあなたを軽蔑したり非難しようとは思いませんのよ。そんな気持ち誰にだってありますわ。でもはっきり言いたいんですの。え、はっきり申しますわ。千恵子様、千恵子様、奥様が。今大事な用があるから手が離せん。ああ分かってるよ、なるべく早く行く。何かあったのかよ。いや何でもないんだ。ごめんしがんや、どうもお安くないで手柄しな。これは一つ14日にかけて懲罰せんきゃならんね。冗談じゃないよ君、とんでもない冤罪だよ。お父さんすぐ来てくれますか。高木さんにも知らせましたか。誰も来てくれなくたっていいわ。いいお母さんでした。本当のお母さんのような気がして仕方がなかった。触らないで、私だけの母さんです。ではどうぞ。いやどうも遅くなって。あ、岡部君。うん、おりんが死んだよ。え、自殺か。まさか。ほっとしたろう。ん、そんなバカな君。いや、どうしました。と同時に我が社の精神がいかに我が国のみならず海外の歓迎を受けつつあるかを現実に示すものでありまして、今期のごときもお手元に差し上げておきました決算報告にあります通り、業界まれに見る好成績でありまして、ご同慶に堪えない時代でございます。つきましては、現在の向上能力をもちましては、いかに努力をいたしましても、内地はもとより海外よりの需要には
応じ得られない状態にあるのであります。さらに我が国の大陸政策進展に伴いまして、我が社の精神が一段と飛躍的発展を予約されておるのであります。我々はこの飛躍的発展に備えるために、慎重なる計画のもとに我が社の資本を倍額に増資したいと考えておるのであります。異議なし、異議なし、賛成。